働いたけど結局四角い箱の中日がない一日働いたけど結局四角い箱の中他人のためにと働いたけど結局四角い箱の中自分の道だと働いたけど結局四角い箱の中ける道もまたあるかもしれません。そんなものかもしれませんよ。そう、時を待つっていうことも大事なことなんじゃないかな。慌てちゃいけない。慌てたからって何一つ得なことはありゃしません。自分らしくゆっくりとね。もう一度始めるつもりでいるんだ。同じ四角い箱の中人の言葉につまずいたのも結局四角い箱の中明日があるから生きてもいけるさそうだろう四角い箱の中見ようよ人生だもの這い出せ四角い箱の中なんだよ、ね、やっぱ四角い箱わかんないね。そうですね。さあ切り替えまして本日の山崎翔です。